大阪谷町6丁目にある海外コミックスのブックカフェ書式サモリの店主です。今日はですね、翻訳者の大西愛子さんをゲストにですね、ただいまクラファンをしております男の川のですね、この作者であるユベールのお話をいろいろちょっとさせていただきたいなというふうに思っております。大西さん、どうぞよろしくお願いいたしよろしくおます。願いします。私、このね、男の皮を翻訳、このプロジェクトをしようと思ったときに、やっぱりこの作者である、原作者の方のですね、ユベールさんを日本で紹介したいなという思いもすごく強くってですね、この作家さんを、やっぱすごく面白い作家さんだと思いますし、大西さんもすごくユベールファンということで、そうですはね。い、今日ちょっとこういうふうにお話ができるのがとても嬉しく思っております。で、やっぱなんといってもユベールの面白いところというのは、この男の皮もそうなんですけれども、ちょっと普通でない主人公というか、マイノリティであるだとか、ちょっと異端者であるだとか、そういった主人公たちが、その社会の普通の人々に対してこう抗っていくみたいな、そういう部分っていうのがやっぱ一つ面白さだなっていうふうに思っていたりもするんですけれども、大西さんがこのユベールの作品の魅力というとどういうところだと思いますか？まずおっしゃったように、やっぱり弱者に寄り添うというか、とてもその視線が、なんていうかさ、優しい。割と、ジャッジせずに、断絶とこう、なんかこう、裁くことをしないで、ありのままの形を、ありままのその人を受け入れる、というような感じの作品が多いような気がするんですね。で、それは、例えば、よくあるのが、こちらも、こちらっていうのは、いわゆるマジョリティの人たちが、差別するっていうんですかね、マイノリティをないがしろにするっていうことは、よくあって、そのことに反対するっていうことはとてもよく見られることなんだけれども、逆に今度活動する方たちの中には、逆にマジョリティの横暴さを弾劾するあまり、逆にマイノリティの言い分だけを聞けみたいな感じになるところが時々あったりする。活動なんかするときね。思うんですけれど、その逆の立場の、告発というか、そういうのもないような、そういうところが好きですね。みんながいることがいいみたいな感じかな。なんて言ったらいいんだろう。で、いろいろ、いろんなことを言ってることに関しても、もちろんマイノリティの声を出すんだけれど、じゃあマイノリティの人たちが全部正しいって言ってるわけでもないし、みたいな。そういうところも、割と、とても、なんて言うんだろう、自分にも正直だし、とてもこの精神的にフェアな人なのかなと思ってて、そういうところが好きですね。確かにそうですよね。すごくなんか人間らしいというか、おっしゃった通りに、やっぱり一人の人間って善なる部分もあれば悪なる部分もあってみたいな、そういうのがあって、なんかこうとてもそこ人間という感じがするんですけれども、そのユベールの作品出てくるキャラクターって、本当なんかそういういいところもあれば悪いところもある。なんかそこがやっぱ魅力の一つでもあるみたいなところはすごくありますよね。そうですね。眼差しが優しいというか、それでいてフェアであるっていうところかな、私が好きなのは。なるほど。
なんかちなみに私はユベールのことを知ったのはですね、多分お店始まってすぐぐらいに、こちらの作品ですね、これ英語版なんですけれども、ミス・パトーシュっていうね、はい、これ英語版でミス・ドント・タッチ・ミーっていうふうにタイトルになっているんですけれども、このユベールとあとキラス・コエットがコンビを組んで、作られた作品で、でやっぱりケラスコエットはね、一作品「かわいい闇」という作品が翻訳されているおかげで、かなりケラスコエットファンというのは日本の中でもたくさんいて、でお客さんがですね、こんな作品も出てるんだよっていうふうに持ってきてくださって、で、あ、それで、あ、こういう作品もあるんだみたいなことを初めて知ったんですね。ただなんかちゃんと読もうというか、このユベールさんという作家さんとして認識したのは、正直残念ながら、その2020年の2月にお亡くなりになった時にやっぱちょっとニュースになって、バンドディスネの作家さんがお亡くなりになったっていうことで、でその時に、あ、そういえばなんかケラス・コエットと一緒になんか作品作ってらっしゃった方だなみたいな感じで。でその時もあんまりなんか私はユベールの作品ってそこまでなんかこう興味を持っていなかったというか、知らなかったところもあったんですけれども、やっぱなんかその後にこれボーダムが、その6月に出て、私読んだのだいぶもうちょっと後になるんですけれども、この作品が本当に面白かったので、いや、この作家さんはすごいなっていうことで、なんか少しずつ読み始めてきているみたいなところもあったりもするして、そういう意味ではすごいお亡くなりになってからこの方の良さを知るみたいなので、とても残念というか、もっと早くに知っておけばよかったみたいな風な、なんかすごいちょっと後悔もあったりもするんですけれども、大西さんはどうですか？ユベール作品との出会いみたいな。私も多分森崎さんと全く同じで、ポードムきっかけですね。ああ、そうだったんですね。ポードムが発売になった時、だから亡くなったことは全然知らなくって、ポードムが発売になった時に、それこそツイッターであるそのバンドですねとか、本とか、いろいろそういう娯楽のことをツイートしているフランスの多分記者かなんか、ジャーナリストかなんかだと思うので、どなただったか忘れちゃったくらいなんですけれど、2、3人そういう方をフォローしてるんで。で、その関係の方が、ポドムを、今度発売になるポドムが、もうとにかく素晴らしい作品で、自分の中ではもう間違いなく今年のトップみたいな。だけど、で、その時に書いてたのが、でも、とても残念なことに、この人の作品をもうこれ以上の読めなくなるのがとても悲しいって書いてあって、え、どういうことなんだろうと思いまして、それで、その作者のページに行ったんですよね。そしたら、ダルゴの、サイトかなんかで、彼が自ら命を絶ったっていう簡単なコミュニケが出てて、え、そうなんだみたいな話で。で、もう、そんなに褒められる作品って珍しいのと、あとやっぱりね、タイトルに惹かれたんですよね、タイトルとその表紙の絵に。ああ、なるほど。で、まずタイトルが、ポードムって男の皮ですけれど、やっぱりフランス語やってると、ペローのポーダーヌというロバの皮という作品を連想しますし、ポーダーヌは日本だとロバの皮とはさというよりは、カトリン・ドゥ・ヌーフが主演の、ロバの王女という作品でなんですけれども、皮をかぶってるんですよね。で、キャラス・コエットさんも、かわいい闇の時に、女の子が、主人公がネズミの皮をかぶるシーンがあるじゃないですか。ありますね、ありますそう、ね。あの時にもうすでになんかこれポーダーヌみたいって思ったんですよ、そうそなのんです時はね。ね。だけど、そのことをなんかケラス・コエットさんに言った時には、なんかケラス・コエットさんは、いや、全然自分はそこをこう、なんだろ
連想 意識しないせずに書いた、はい、ただか、うん、あの2人は、はい、なんか子供時代からすごくそういう民話とか、ローカルのそういう何ですかね、あの、はい、伝承的な話とかっていっぱい聞いてたから、うん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 、どれが自分のそのインスピレーションのオリジンがどこから来るものかもちょっと分かってないみたいな。あー、なるほど、だから、うんうんうん、どっかで聞いたことがあったのかもしれないねみたいな、自分の中では思いつきとか、はい、そういうことがあったんだけど、うんうんうん、実はもしかしたらその子供の頃に聞いた話でそういうのがあってっていう意識して、そのオマーションみたいな形でそういう絵は描かなかったんだけどってことをおっしゃってたんですね。あ、そうなんですね。そうなんですね。割とそういうようなことについては、あの、割とはっきりと、いや全然意識なんかしてなかったけれど、子供の頃いっぱいいろいろ話聞いたからっていうようなふうにおっしゃってたんです。それで、まあ、私の方はどっちかっていうと、子供の頃にどうこうっていうよりも、あの、うんうん、文学とか、はい、そうですね、そういうような方から入るので、あの、映画とかね、はい、だから、あの、ポードムは、うんうんうん、ポーターのこともね、オムとアンヌだとなんとなく二音節、音節っていう感じで、はい、確かに。でやっぱりね、そのなんか、あの、オマージュはこれはかなり入っているというかね、もう意識してと、あの、作られたタイトルですよね。そうですね。でこの間も、うん、あ、ちょっとフランス人の方言ってて、ポードームって聞いたらやっぱりポーダーヌって連想するんですかって、うんうんうん、ちょっと こちらのクラファンのことをある回で紹介した時に、はい、あの、こういうことを言ってたら、あの、フランス人はポードームって聞いてポーダーヌをそんなに連想するんですかって、その回に出した方が聞いたら、うんうんうん、あの、そのフランス人の方は、あ、もう聞いたらもうパッと、あ、ポーダーヌと何か関係あるのってやっぱり思うっておっしゃってたので、それはそうなんだろうなと思ったんですね。でまた、あの、ちょっと、あの、なんだろう、あ、それから、それで、あの、どんな本かと思って、アマゾンのサイト行ったらあらすじに書いてありますよね。ああ、そうですね、はい、で、ルネサンスのっていうような話で、で私結構そのルネサンスの時期とか、はい、ああいうの結構、あの、アートとか好きなので、なるほど、あの、そういうのもあって、はい、なんだろう、うんうんうん、お読みになられて購入して読んだんですね、はいはい、であまりにも素敵な本だったので、はい、結構その段階で、はい、翻訳したいと思って、あ、はい、ちょっとあちこち編集者さんにそんな話をしたら、うん、あの、まあ、編集者さんの中には面白いけれどうちではしないけど、こういうと、こういう本だったらこういうところだったらどうですかとかっていうようなんで、ちょっと別の編集者さんを紹介していただいたりとかしたんですけれど、やっぱり今する話ではないなみたいな、今出したい本ではないみたいな。あ、なるほど。翻訳者が結局、まあ、紹介するためにはレジュメ書かなくちゃいけないということで、はい、の、いろいろ準備するわけですけれど、それで、まあ、あの、その時に、作者について調べて、そういう資料も集め始めたんですね。はい、その時に、まあ、いろんな本の原作を書いているってことは知ってて、で、当時持ってはいなかったんだけど、やっぱりボーテ、あの、のことは見たことあったし、はい、そうですね、ミスポット氏も見たことあったし、あの、買ってはいなかったんですけど、はい、だね、あの、翻訳者の杖としてね、自分が訳す可能性がないものっていうものはなかなか手を出しにくいっていうのもあるんですよね。で、あの、可愛い闇はもう原前雅人さんがなさってるので、はいはい、いずれキャラスコエットの作品を何か第2弾があった時に私に話が来ることはないのでなるほど、いうようなそういう事情もありあの、はい、自分からはその本には手を出せなかった、結局じゃあ他の作品を読んでみたいなとか、やっぱりその人の作品、はい、どういうのがあるんだろうと調べてた時に、レジャン・ノフモっていう、はい、人々というタイトルの、うんうんうん、あの、作品のことが書いてあったんです。でそれは、はい、アンソロジーで10人ぐらいかな、
の、はい、あの人たちに、のコラボでそのいろんな漫画を描いてもらって、うんうんうん、でそのサブタイトルが、はい、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスの言葉っていうのがサブタイトルについてたんです。だから何だろう、そのレジョンヌフォーって普通の人々ですよね、はい、普通の人々っていうタイトルの下に、うんうんうん、レズビアンとゲイとトランスとバイの言葉ってちょっと違和感ありません？うん、確かにそうですね。まあ、あのセクシャルマイノリティと思われている方々ですよね。そうそうそう、でまずそこでどういうことなんだろうって思ったのと、うん、それからやっぱりアンソロジーなので、うんうん、読みやすいというか短い作品がたくさん並んでるということで読みやすそうだっていうことなので、うん、ちょっと興味を持って、はい、あのアンソロジーって何がいいって知らない作家さんのことも発見するってこともあるじゃないですか。そうですね、そういうこともあってそれ読んだんです。はい、あ、なるほど。そしたら結局いろいろその、フランスの、 その、うん、同性愛とか、はい、そういうなんだろう、ジェンダーの問題を抱えている人たちにとって結構大事な時期に出た本だっていうことが分かって、うん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 、その背景とか調べてそっちも面白いなと思って、はい、まあ、ちょっと画策してたりとかはしたことがあったんですけど、まあ、はい、実現にはいただかったっていうことがありますね。うん、それで、まあ、それ読んで面白いなと思って、そういうユベールさんの作品はとても素敵だなと思うようになって、うん、で、ことあるごとになんか出てる。あ、そう、それからやっぱり亡くなったってことで、ずいぶんその昔出た本が、なんていうんですか、新装版という形で、そうそうそう、新装版で出たりとかしてたので、はい、そういうのもで、ね、今回ザンジムさん、今回の絵を描いた方とザンジムさんとの、うん、作品がやっぱりちょっとユーモラスな作品で、ハフィーポスチュームと、はい、ラプティツ、ラシレン、シレンデポンピエタ、はい、そうですね。で両方ともタイトルが秀逸なんですよ。おお、なるほど。うん、でまずマフィーポスチュームという作品は、おばあちゃんの話で、はい、で私の死後の人生という、まあ、文字通り取ると、うんうんうん、そうですね、ですね、はい、それで死後って言ってもポストっていうのはほらポスト何々っていうふうに何々の後っていうことで言うじゃないですか、うんうん、で、はい、リームっていうのは土なんですよ。あ、なるほど、うん、だから土に埋められた後、はい、だから例えば亡くなった後に、出た作品ってあるじゃないですか、はい、出る作品とか、あ、そういうのは、うん、やっぱり、ポスチュームな作品っていう風に、あ、なるほど、だからまさに、はい、例えば、ポードムなんかまさにポスチュームの作品なんですね。だけど死んでるから人生ないはずなのになんで人生なのっていう確かにそういうようなところで遊んでんなっていうんで面白いなと思ったの。それで今度もう一つ言うと「ラプティツ、ラシヘンデポンピエ」っていうのは、うんうんうん、音だけ聞いてると、うん、消防士たちのサイレンっていうことというふうにしか聞こえないんですよ。ああ、なるほど、はい、うん、だからなんか消防車たちがサイレン鳴らしてる話なのかしらみたいなことを思って表紙見ると人魚が出てくるじゃないですか。はい、はいはい、そうですね、はい、で人魚ってシフェンってやっぱり同じ言葉使うんだけれど、もともと語源は一緒なわけですよ。うん、あ、なるほど。セイレンって綺麗な歌声で、はい、まあ、船乗りたちを惑わして引きずり込んで船を沈没させて命を落とすっていう伝説がありますよね。ありますね、はい、それでサイレンっていう危険を知らせる音っていうことでサイレンになってるんですね。
ああ、なるほど、そこから来てるんですね。そうそうそう。だからもともと同じ言葉なんだけど、じゃあポンピエは何だったっていう話で、そしたらポンピエはなんだ、全然消防士でも何でもなくて、なんか19世紀にポンピエアートっていうのがあったらしいんですね。はい、それはね、もう超写実主義というか、はい、題材は割と古典とかなんとかにとをから出て描いた割と大きな、ものすごく大きな、壁画、なんだ壁画じゃ、ものすごい大作、例えばヴェルサイユ宮殿とかルーフルにもありますけど、ナポレオンの戴冠みたいな、ああいうすごい大きいの、はい、なんか、ね、でそういうことでちょっとね、大げさなとか、仰々しいっていう意味にもポンピエって使うんですね。あ、そうなんですね。どこ、どっちがどっちから来たか分かんないんですけど、でもう一つは特にアート、ポンピエアートのはダビッド、そのナポレオンの戴冠なんか描いた人のダビッドが、はい、描いた絵の中に、ホラチウスの、はい、あと誓いとかっていうので、なんか、兵士が3人いて、はい、なんか誓ってる絵があるんですよ。それはまあちょっとローマ史の中、はい、から着想を得た絵なんですけど、でそのかぶって、で大体ね、そのダビッドのそういう古典からの絵っていうのはなぜか首から下は、はい、半裸状態、要は着てるものは鎧だけなんだけど直に着てるみたいな感じで、はい、結構胸とか足は出てて、それで、手もね、それで、はい、立派な兜をかぶってるんですよ、はい、でその兜が消防士の兜に似てるっていうんで、はい、ポンピアートっていう、そこからポンピアートっていう来たらしいんですね。へえ、そういうのがあって、はい、でその今回のユベールさんの作品はそのポンピエアートしか描けない、写実主義って見たものしかそのまんまにしか描けない画家、はい、で、あまりにも写実主義だから幻想的なものもなければ創作というものが感じられないって言って、評論家に、古典版に押されてしまう、はい、ところが、実は、歌の下手な人魚がいて、その人はだから歌が下手すぎて船乗りを惑わすことができなくて、それで別の世界を知りたいっていうんでパリまで泳いでくるんですね。でその段階でそのポンピエアートの画家さんは、打ちのめされてて、セーヌ川に飛び込もうとしたら人魚の上に飛び込んじゃったんで助かって、それで人魚を家に連れて帰るんだけど、彼は写実的なものしか描けないので、はい、その人魚を見たまんま描くんです、中としては全然成長してない、うん、だけど作品を見た人たちからはついにこの人が創作に目覚めたみたいな、はい、っていうそういうようなところから、まあ、運命がいろいろ変わってくるっていう、それもすごく可愛くて面白い。なるほど。そういったところから、はい、この人本当面白いと思って、確かにタイトル、さっきおっしゃってたね、その消防士のサイレンという連想から全く内容は違うし、そうその内容もやっぱりその歌が上手くない人魚っていう、ちょっとこう普通でないというか板の、ね、人魚が出てきてみたいな、でやっぱすごくなんか何ですかね、コミカルというかユーモラスというか、なんかすごくなんかウィットに富んだ方ですよね。そうなんですよ、それでその本、そのあと人魚ちゃんも、はい、生きづらさをですから抱えてるわけですよね。だからいろんなところで生きづらさってあると思うんですけど、はい、そういうような人たちの、そのどんな小さいことにもなんかそこにはなんか、うん、他の人にとってはどうでもいいことでも、っていうのは結構それを他人から批判されたりバカにされたりすることも多いわけですよ。でその画家も
その自分は自分をやってることだけなのに、同じことをしてるのに、なんか、こう、褒められたり、けなされたりしてて、ちょっと自分の芸術と向き合うときにどうしたらいいのっていうようなところもあるし、はい、まあ。やっぱなんかそういうのって本当ユベールさんのもう先ほど大西さんがおっしゃってましたけど、その優しさみたいな、うん、なんかそうい いろんな人が抱えているこう問題であったり生きづらさみたいなものをやっぱすごい親身になってあのこの漫画作品として書こうっていうよう なそういう姿勢がすごく感じられますよね。そうですね、あのそういうところがとって、でそれで少しずついろいろ集めてきて、で今回そのまあそれでだいぶと集まってたんですけれど、はい、今回森崎さんクラファン始めるって言った時に、はい、まあ私もこの機に乗じて、はい、ユベール作品をぜひ知らしめたいみたいな気持ちになり、もう完全推し活ですよね。はい、あもう推しそれはもう本当そうですよね。推し活、うん、いやだからもう、はい、もう要するにことあるごとに、はい、なんか紹介したいなと。本当そうですよね。いやもうなんかあの男の顔をね、なんとか無事に日本語版を出して、やっぱちょっとこのユベールさんって面白いなって思う。ってもらって、なんかね他の作品も翻訳がね出ればみたいなことをちょっと私も、うんうんうん、あの心の中でちょっと野望として思っております。そうですよね。いろいろあるので、うん、あのなんか少しずつねあのその、はい、クラファン中にでもいろいろそういう紹介かけたらいいな、書いたりなんかお伝えすることができれば面白いかなとちょっと思っています。はい、いやぜひねちょっとねユベール作品についていろいろまたあの他の YouTube 動画とかでもですね、うん、あの大西さんと語り合いたいなっていうふうにそうですね、はい、思っておりますので、その時はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。